ライドウ級のネームシップライドウです。防空巡洋艦としてかの大戦では地中海艦隊の一員として行動しました。あのシリアスが迷惑をかけていないでしょうか。はじめましてご主人様、ケージュン・ダイドウと申します。ロイヤルメイドとして恩美にご奉仕させてくださいませ。ご主人様、お帰りなさいませ。ダイドウはもちろん無事です。ご主人様に心配されるなんて。ご主人様、ダイドウのことを捨てませんよね。本当に捨てませんよね。ダイドウ、ご主人様を信じていいですか。信じていいですよね。ダイドウ、ご主人様さえ信じられていれば。他の子はご主人様に捨てられていませんよね。もしかして今そうなっていないだけ。つまりダイドウよりご主人様からの愛が多いってこと。ダイドウ、このまま負けるの嫌。ダイドウに任せる仕事ありますか。どんなに些細なことでも任せてください。ええ、ダイドウは使える方、つまりご主人様が生きがいですから。ご機嫌麗しゅうございます。ダイドウの愛しいご主人様、今日もダイドウのご奉仕でどうぞ体も心も癒されてください。だってダイドウはご主人様だけのメイドですから。ダイドウがお仕事をよくできましたですか。ご主人様。あ、いえ、当然のことをしたまでです。はい。ご主人様、ダイドウによくしてくれるのは恐悦至極ですが、こんなのマナーに反するのでは。よかった。未完了の任務がある限りダイドウは必要とされますよね。おめでとうございます、ご主人様。素晴らしい任務報酬です。ご主人様宛てのメールです。早いうちにチェックしましょう。ご主人様、ご無事ですね。よかったです。ご主人様、軍事委託の報酬一覧になります。ご確認を。ご主人様には感謝してもしきれません。ありがとうございます。頑張ればご主人様の役に立てる。参ります。勝ちました。ご主人様、喜ばしいですね。ご主人様、申し訳ございません。お願いします、この子みたいに捨てないでください。ご主人様の栄光のために。この程度では諦めません。はあ、そんな。ご主人様、この卑しいメイドの態度を。ロイヤルメイドとして慎んでご主人様にご奉仕いたします。ご用命がありましたらダイドウに何なりとお申し付けください。メイド隊の子はいろいろとドジですから、ご主人様によく面倒を見られて大切にされていますね。それに比べてダイドウは。とんでもございません。仲間にやきもちを焼くなどメイドの風上にも置けません。けど卑怯ですね、ドジって。やっぱりダイドウはできちゃう子だから、みんなに心配されたりなんかしなさそうですよね。そんなダイドウでもご
ご主人様は心配してくださるのですか？なんともったいないお言葉。大道には、大道には。何をおっしゃるのですか？大道のような一介のメイドなのに、好きなどと。本気にしていいですか？本当にいいですか？ご主人様に好きと言われた。言われちゃいました。ああ、どうしよう。にやけが止まらないよ。いやしい大道のことを愛してくださる方がいるなんて。ご主人様、お願いします。大道のことを、ずっと、ずっと好きでいて、愛していてくださいませ。戦場でだけは、心配する必要ありませんね。アズールレーン。これもご主人様のお気持ちですから、ありがとうございます。大道にプレゼントしちゃっていいものですか？